いきなり日本語。3ヶ月ぐらい前に仕事場の前でフィリピーナが2人喧嘩してた。言葉わからないし声でかいしでちょっとと思いつつ、なんだかヒートアップしてきたので様子見していたら、突然、あなた私が嫌いなんでしょ、わーん。泣き始めたことよりもお国の言葉で喧嘩してたのに、いきなり日本語になったことに和んでしまった。その後無事仲直りしたらしく、二人仲良く隣の喫茶店に入ったようでした。プリングルス、夏の日の1993が流行った頃、ひばりが丘のコンビニでバイトしてたんだ。でも外国の人なんかほとんど来なくて、バイト期間中来てたのは蛍光色がよく似合うムキムキの黒人兄ちゃんと、バックパック背負った白人旅行客数名。黒人兄ちゃんはレジに並ばれるとムキムキだわでっかいわで、ガクブルだったけど、レジで困ったことは何もなかった。でも白人客がすごい困った。当時ポテトチップってカルビーみたいな袋かナビスコみたいな円筒形しか店に置いていなかったのね。その白人客数名のうち一人の兄ちゃんがナビスコのチップスター指さして、プリングルス、プリングルスって言うの。こっちからしたら、プリングルス？ Why？ だってまだ当時プリングルスって CM 見た記憶もないし、発注した記憶もない未知のもの。すみません、売ってないんです、ノープリングルス。おお、一瞬兄ちゃんしょんぼりした顔してたけど、やっぱ日本だしなみたいな顔したので、こっちも顔に出さなかったけど、対抗意識が湧いてきて、英語全然わからないけど、ここは日本だ、日本語で OK とばかり居直って、カルビーのポテトチップスを勧めて。古い話だからその後の記憶は曖昧だが、初めての外人との反則バトルを終えてレジで会計するとき、安堵からかバーコードリーダーの読み取りミスを何とかした。読み取れないバーコードリーダーに挙動ってる自分を見て、外人兄ちゃんがふっと勝ち誇った顔をした。外人兄ちゃんへのポテチ売り込みには勝利したのに、最後の薄い微笑みで負けたような気が今でもする。結局お買い上げになったのはポテチと、なぜか高原の岩清水レモン。意外なチョイスだったので覚えている。